最高。もう宣伝しておいてくださいね、うん、そうすればまた10月もドッカンとやっちゃいますからね。はい、もうね、取ればできるね。はい、今週いっぱい毎日豪華なプレゼント用意しております。今日は日本放送のすぐそば有楽町駅前歩いて1分、レストランレバンテのシーフードコース6000円相当のお食事券をプレゼントです。このレバンテってのは大変歴史のあるお店で、あの評論家の塩田丸夫さんっているでしょ。頭白くてさ、あ、顔が丸くてでかくて疲れちゃう、あ、ひげ生やしてる親父、あ、読売新聞の記者だったのかな、だからとにかく昔からジャーナリストの たまり場だったんですね。あそこでもうね、ビアホールですね、ビール飲んじゃだんだん風発してたというこのレバンテ、このレバンテレストランで特に美味しい牡蠣がうまいんだ、レバンテは。非常に有名なもう有楽町ではお店ですが、誕生日の方には支配人の飯島さんっていうこの支配人がいい味出してるんです。この支配人が素晴らしいね、素敵な歌まで披露してくれるっていうね、こういうユニークなお店ですが、今日は美味しい料理と家庭的な雰囲気が嬉しいレストラン有楽町駅前のレバンテのシーフードコース6000円相当のお食事券、お二人一組にしてつまり1万2000円分です。5組の方にプレゼント。このお食事券9月の末まで有効です。レバンテでビール飲んででね、美味しい牡蠣食べてね、ガードくぐってこの日比谷公園の方まで歩いてください。お堀端の方途中に日本放送小さいビルだなどんなことやってんのかなって見ながらね、目ん玉マークはそこにありますからね、どうぞ有楽町お越しください。はい、このレバンテのお食事券が欲しいという方は、あなたのおところ、お名前、お年、お仕事、電話番号をはがきに書いて、郵便番号 100-87 日本放送つかちゃんの今日も会長ほがらか大放送絶好調プレゼント8月16日レバンテお食事券、絶好調プレゼント8月16日レバンテお食事券係まで申し込んでください。来週の月曜日8月23日中村光子さんが生ゲストの日に当選者を発表します。たくさんのご応募お待ちしております。それとですね、はい、先週の発表だ、はい、ヨープレート前度のヨープレートですが、うん、東京は品川区大井にお住まいの白子静子さん、中野区江古田は高橋直子さん、横浜市南区大岡は矢野信子さん、柏市戸張は海老名孝子さん、そして浦和市サイドにお住まいの春川光一さんをはじめ30人の方に決まりました。おめでとうございます。では2時のニュースです。今月9日、名古屋市の市立東山植物園で採ったキノコを食べて中国人の一家3人が食中毒を起こし、4歳の長男が死亡するという事故がありましたが、今日午前、重体だった母親も肝不全のため死亡しました。食中毒を起こしたのは名古屋市千種区に住む中国からの留学生一家3人で、今月6日母親が東山植物園の雑木林で採ったキノコを自宅でスープや炊き込みご飯にして食べたところ、3人とも吐き気や腹痛などを訴えて7日の朝名古屋大学附属病院に入院したものです。その後長男は9日に死亡し、両親とも意識不明の状態が続いていましたが、今日午前名古屋大学の研究生だった母親も肝不全のため死亡しました。また名古屋大学大学院生の父親も肝機能が低下してきており、危険な状態だということです。名古屋市衛生局の調べによりますと、食べ残されたスープから検出された毒素や症状などから、キノコは毒鶴竹か白卵天狗竹と見られています。毒鶴竹っていうのはあの真っ白なキノコなんですって。色の綺麗なのは毒があるってよく言いますけどね。先月12日に起きた北海道南西沖地震では200人の方が亡くなったほか、33人の方が今も行方不明になっていますが、170人の方が亡くなるなどした北海道の奥尻島では、昨日までのお盆中亡くなった方たちのお宅でそれぞれにお盆の行事が行われたということです。今日は畑英二郎農林水産大臣が奥尻島を訪れ、被害の大きかった青苗地区などを視察しています。ところで日本放送では各番組を通じまして被災された方々への募金をお願いしてまいりましたが、皆さんからお寄せいただいた錠剤は合わせて672万5092円に達しました。ご協力本当にありがとうございました。このお金は先週金曜日に日本放送から直接奥尻島の越森幸男町長にお渡しし、町長からこのようなお礼の言葉がございました。お聞きください。私どもは一日も早く立ち直れるように、これからも頑張っていきたいと思っているわけでございます。全国から寄せられたそうした温かい心につきましても、本当に住民とともに心から感謝申し上げたいという気持ちがいっぱいでございますので、どうぞ一つ全国の皆さんにも謎を通じましてよろしくお願い申し上げていただきたいなと、どうも本当にありがとうございました。奥尻町の越森町長でございました。本当に皆様のご協力ありがとうございました。ありがとうございました。
だから言ってやなきゃ分かんないって。言うよ、言いますよ。そう言わなきゃ見えぬ本当の日本だから言います。産経新聞。ああ、新聞が喋ってる。飲みすぎた俺たち。物を言う新聞です。産経新聞。新聞は皆同じではありません。JRA 日本中央競馬会がお送りする天気予報です。東京地方これから今夜にかけて大体曇りですが、弱い雨のパラつくことがあるでしょう。気温もあまり上がらず、最高気温は昨日よりも3度ほど低い26度ぐらいでしょう。今夜の東京地方曇りで、夜半過ぎには所により一時雨が降るでしょう。明日は曇りで所により一時雨。1ミリ以上の雨の降る確率です。今から深夜0時までが 20%、 深夜0時から明日の朝6時までが 40%、 明日の朝6時からお昼12時までが 30% となっております。天気予報でした。夏の競馬もいいな。父さんに言った。馬と話がしたいな。父さんも同じことを考えていた。あなたと話したい競馬があります。 JRA。 ただいまラッキーナンバーの電話受付中です。あなたの車のナンバープレートの4桁が3003、3003番の方、東京03-3215-1242番でお待ちしております。持って走ろうゆとりと配下、日本道路公団のハイウェイカード、電話一本で日本全国に郵送でお届けいたします。ただいまお買い上げ15万円ごとにビール券をサービス中。お申し込みは0120-201616、 0120-201616、 配下通販へ。夏休みに家族で佐渡島に行きました。海で泳いだりキャンプをしたりしてとっても楽しかったです。と絵日記に書いちゃったので、佐渡島に連れてってください。まあ、直江津からジェットファイルで60分、あっという間の佐渡島、佐渡汽船です。60日一本ポン、緊張力度一本ポン、60日一本ポン。60日カトリ緊張力度。緊張力度は使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。未来を先取り、探偵ストア、愉快な仲間と探偵資料、ヤングが集まる新宿スポーツランド、品数豊富、サンペイグッドカメラ、世界に伸びるサンパークホテル、サンペイハワイ、新宿から世界を目指す探偵グループ。2時を回るとゲストとしっぽりつかちゃんです。今日はですね、やっぱり素敵ですね、ひばりさんのおばさまですからね、4歳違いですからね、どことなくやっぱりひばりさんの面影がありますね。お酒が好きだってね、一族みんなお酒が好きで、それで早死にしてるとおっしゃって、今日一応あのお酒もスタジオ用意してたんですけど、どうですか。いやいや、もうたくさんでございます。辛口の菊間さんみたいな、なんかこうちょっとね、はい、まあ、あるだけでもまたね、そうですね、まあお飲みにならなければ、じゃあこれはあの個人に捧げる献杯ということで ね、 そうですね、はい、ひばりさんのおばさま、この方でございます。はい、西村勝子です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。丸佐の地区は竹太郎は新鮮な材料を使っているから素材の味が生きています。生きています。だからそのまま食べてもサラダ、炒め物、煮物、いろいろな料理に使っても美味しい。美味しい。伝統の技と味、丸佐の地区は竹太郎。みんな大好き丸佐。ブラザーカーネギー博物館秘蔵大恐竜展、8月17日から横浜三越で開催。会場のブラザーコーナーで恐竜トランプを先着600名様にプレゼント。合言葉はコンピューターミシンのサマンサと言ってください。ちょうどこのお盆の時期にひばりさんのおばさまの西村勝子さんをまたまた、お出ましを願いました。ありがとうございます。こちらこそ。やっぱりね、この時期は、はい、まあ、ご先祖様を、自分のね、ご先祖様を、私なんか、まあ、親父のこともこの間墓参りってきましたが、それと同時にあの非常に思い出深い、印象に残る、これはあの身内じゃなくてもいろんな
亡くなった方のことを思い出す時期です ね、はあ、ねえ、やっぱり我々歌好き歌謡曲好きにとってはやっぱり美空ひばりさんねえ、やっぱり大した人でしたね、大した人ですよね、本当に私ももう誇りに思っております。ああ、ましてね、西村克子さんはおばさまというよりも4歳しか違わなかったんだが、兄弟のようにお育ちになった。はい、ね、もう生まれた時もね、私母に連れられて、行って、で、産湯を沸かしたりなんかしたのね、私も手伝った覚えがあるんですよ。あ、ひばりさんが生まれた時に3歳か4歳でそういうことになった、はい、4歳で、はい、あらね、まあこういう方です。で、一度スカちゃんが西村克子さんの本を読んでね、感激して、会いたい会いたい、直接お話を伺いたいっていうんでスタジオにお越しいただきました。今日2回目でございますが、はい、そもそもの発端はこの徳間書店から今出ている愛さんさんひばり神話の真実という、この5本を西村克子さん、ひばりさんのおばさまがお書きになりました。そしてね、このまあ本の冒頭部分にあるんですけれども、まあこの間もつかちゃんお話ししましたけれども、やっぱり何でもこう光と影がありましてね、ひばりさんは強い強い光だった。その影となって生きてきたのがひばりさんの、実はこれあまり知られてなかったんですが、腹違いの妹がいたということですよね、で、この今産湯をの用意までこのおばさんの西村克子さんしたっておっしゃってましたが、実はそのひばりさんがお腹に入っている時に、あの君江さんという素晴らしいゴッドマザーね、プロデューサー、はい、君江さんがのお腹にひばりさんがいる時に、ひばりさんのお父さんが君江さんとこの勝子さんの間のお姉さん、次女ですわね、次女の菊代さん、はい、菊代さんに手を出して、その間に生まれた子供がひろこさん。いや、あのね、あれなんですよ、ひばりちゃんが生まれるんで、お産に手伝いに行ったわけです、ね、お姉さん、菊代さんの2番目の、はあ、私がまだ小さいし父もいますし、んで、お手伝いに行ったんですよね、そしたらば、結局まあ細かい話をするたいですけどね、その時に、まあ好きだったらしいんですね、お兄さんが初めてできたということで、それで結局まあ那さんの中になってしまったんですけどね、でまあ不幸なことに妊娠してしまったもんですから、でどうしても産みたいっていう気持ちで、産んでしまったのがまあね、ひろこさんというね、ひばりさんと同じように大変歌のうまい方で、もう本当に上手でした ね、で、一時デビューの話もあったんですが、ゴッドマザー君江プロデューサーはもう激怒して反対したということですね、やっぱりそういうスキャンダルにね、もう巻き込まれたくないもんですから、まあ、そういったこともね、まあ、おばさんの勝子さんとしてはね、このひろこさんのことをやっぱりちゃんと分かってもらいたいという思いから書き始めましたね。そうなんですね、でこの実はひろこさんも大変歌がうまくて明るくて、はい、やっぱり芸能的な素質を持った方だったのが47歳ですか、はい、やっぱお酒が好きで、いや、お酒の方はね、あんまり飲めなかったんですけれども、はあ、やっぱりひばりちゃんと同じ病気で、お父さんの方の傾向なんでしょうかね、なんか肺が弱いんですね、みんな肺の関係の病気で亡くなってるんですけど、間質性肺炎って言いまして、肺がなんかこう硬くなって、なんか呼吸が困難になってくる病気らしいんですけどね。ね、こう言ってはなんですが、まあ、今お盆の時期ですけれども、今日送り火ですね、ひばりさんの一族は割と皆さん早く亡くなりますよね。ひばりさんが52でしたか。はい、52歳です。から弟の哲也さんね、はい、加藤哲也さんが42歳で。で、武彦もね、42歳なんですね。武彦さんも、てなもん屋さんのがさ、花房金一でやってた。はい。同じ42歳でした。はい。だから、2つ違いでしたから、2年後に ね、亡くなってしまったんですけど。でも、まあね、こうやって西村克子さんは、若くてお綺麗でね。いやー、とんでもないです。私も今年。そうですよ。還暦ですから、もう今年。はい、あ、そうか。ひばりさんの4つ上ってことは還暦ですか。はい、それで私、鶏年なもんですから、私のこと、鶏おばさんってひばりちゃん呼んでたんです。あ、そう、鶏おばさん、還暦ですか。あら、みんなうちのスタッフも、ガラスのこと驚いてますよ。こんな60ってある？それで、今日は明日か、これから、
カリフォルニア行くんですって。あ、そうなんです。ね、上のお姉さんが、はあ、私の住む上の姉が、かよこさんっていうのね、はい、結婚しまして、40年ぐらいサンフランシスコに住んでまして、ね、で今度この本ができたのをね、うんうん、あの随分写真がたくさん載ってますでしょ。中にひばりさんの素晴らしい写真ね、お母さんの写真、ご家族の写真たくさんあります。こういう写真を、はあ、そのね小さい時の写真を、うん、あの 2,3 枚ね姉が持ってたのがあるんですよ。それでそれをね、うん、借りてたもんですから。からそれを返しがてら、うん、まあ、報告にということで、行こうと思ってるんです、ね。すぐ上のお姉さんが佳代子さんで、それでずっと上があの長女が亡くなったひばりさんのお母さんの君江さんなんですね。はい、そうなんです。でこのお母さんの13回忌もついこの間あったんですって。7月の29日に13回忌がありました。もうそんななりますか。早いもんですね。このやっぱりお母様を亡くしてひばりさんやっぱりがっくり来たっていうところもありましたでしょうね。はい、どうですか、ご親戚皆さん集まってどんな話になりましたですか。そうですね、やっぱりまあ、加藤君江がいたからこそ美空ひばりがね、まあ、生まれたんじゃないかということをみんな言っておりました。やはりね、うん、その法要の時はこうひばりさんの歌を聴きながら思い出したりするんですか。そうです、もうひばりちゃんの今でもね歌が流れると、うん、私なんかすぐ涙ぐんでしまうんですけど、今流れてきた曲、西村和子さんがお書きになったこの徳間書店の愛さんさんひばり神話の真実、まあ、この曲からタイトルも取ったんでしょうけれども、はい、お母さんの君江さんは知らずに亡くなったってことですね。そうですね、だからまあひばりちゃんはまあ、演歌が多かったんですけど、この歌で初めてなんかね、新しいそのものに取り組んだって感じでね、すごくまたよく歌ってますしね。そうですね、この歌大好きなんです。そうですか、はい、じゃあちょっと聞きましょう。ひばりさんの愛さんさん、しかしまあ本当にうまいですよね。本当にね、もう聞けば聞くほど感心しますね。天才ですね。うん、何を歌わせてもね。そうなんですよね、何を歌っても上手なんて、もうびっくりしますね。このおばさんが書いた本、西村勝子さんの本の中にはね、まあ、男の話も実は出てくるんですよね。石浜明さんね、目のパッチリとしたね、小野満さん、そうです ね、 ね、金之助さんはなんか家柄が違うとか言ってお母さんが反対したんですか。そうですね、中村金之助さんの誰が一番好きだったんですかね、ひばりさん。まあ、小林明さんとのいいお話出てくるけれど。そうですね、やっぱり金之助さんはもう生涯通じてすごい友達になりましたね。愛情が友情に変わったっていう感じですよね。そうかそうかね、年を経てね、西村勝子さんのこの5本の中にね、小野光さんとはなぜ結ばれなかったのでしょうか、深い事情はまだ語る時ではないと思います。まだ語れませんか。そうですね、やっぱり小野さんがねまだ健在でいらっしゃるんで、やっぱりね秘書があるんで、ちょっとね、今度徐々にまたお話ししたいと思っております。そうですか、それからファンの方には、ファンならずともね、これ歌謡界を揺るがす大きな事件ですが、ひばりさんがあれ10まだ20歳前ですかね、19歳でした、はあ、19歳ってね、よく役年だって言いますけどね。浅草国際劇場ですか。そうなんですね、塩酸を振りかけられるっていう事件があって、その時はこの西村勝子さんがそばについてて、それで助かったんですよね。そうですね、あの時に顔にまあ火傷になったらね、もうテレビ出たりなんかできなかった、映画も出られなかった後々ね、で水をすぐパーッとかけて、それがすごく良かったらしいんですね、後で聞いて。よかったですね、もう本当にずっとそばにいらしたのがこの西村勝子さん。ひばりさんの秘話がこの中にぎっしり詰まってるんですが、実は今日サインをしてくださいまして、西村勝子さんが塚ちゃんの今日も会長ほがらか大放送を聞きの皆さん、20人の方にこの5本をプレゼントしてくださるということですんで、今サインも入れていただきました。ひばりちゃんはあなたと共に生きてます、西村勝子と、綺麗な字で入れていただきました。20人の方にプレゼントでございます。郵便番号 100-87 日本放送塚ちゃんの今日も会長ほがらか大放送、西村勝子さんの本、西村勝子さんの本と書いておはがきでお寄せください。それではまたひばりさんの思い出話から男性の話、まだまだ語り尽くせないところもたくさんあろうかと思いますんで、
この60歳になられた何おばさんでしたっけ。ニワトリおばさん。ニワトリおばさん。ニワトリおばさんはどうかどうか、ひばりさんやね、竹彦さんや加藤哲也さんの分まで長生きをしていただいて、はい、いろいろこのひばりさんのお話を聞かせていただければと思います、はい、今日はお盆の送り火でございましてね、はい、どっかでなんかひばりさんが空を見上げると歌いかけるような話しかけてくるような、はい、そんな気もしますけどね、はい、それじゃあアメリカの方気をつけていただきたい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。彫刻の森が光の森になりました。箱根彫刻の森美術館、星と光のスターライトデート。鮮やかな光と心地よいサウンドが森を包みます。9月5日まで開催、夏のアートリゾート、箱根彫刻の森美術館。東芝ブライダルフェアのお知らせです。9月11日12日の2日間、有楽町交通会館で行う清水美智子さんのトークショーに抽選でそれぞれ100名様をご招待します。招待券のご応募は希望日をお書きの上、郵便番号 100-87 日本放送東芝ブライダルフェアの係まで。ブラザーカーネギー博物館秘蔵大恐竜展、8月17日から横浜三越で開催。会場のブラザーコーナーで恐竜トランプを先着600名様にプレゼント。合言葉はコンピューターミシンのサマンサと言ってください。ゲストとしっぽりつかちゃんです。この時間は竹太郎ちくわのガマサ商店がお送りしました。東日本フェリーで行く北海道、関東からは大洗室蘭航路が便利です。11月18日から週6便に増便、ますます便利になる大洗室蘭航路。ご予約は東京 03-5561-0211 東日本フェリーへどうぞ。スーパーサンワは健康と安全が合言葉、より良い品をより安く、マイライフパートナー。売れて売れてバイク車が足りない、だからあなたの愛車高く買います。東名横浜インター町田口経由経由。タンタンタヌキの縁起風呂、歌よし縁よし料理よし、気分晴れ晴れ露天風呂、泊まり日帰りどちらでも、厚木飯山温泉元湯旅館。お申し込みはお電話で 046242-0008、 0が3つの81つ 046242-0008。JOLF ラジオはダイヤル1242日本放送です。続いてはハロー神奈川です。崎陽軒がお送りします。横浜支局は斉藤さん、はい、こんにちは、 こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、かしこまりました。今日も横浜はどんよりとした曇り空になっていますが、実は今日私はとってもいい気分なんですね。というのも、私が応援しているプロサッカーチーム横浜フリューゲルスが先週の土曜日久々に勝ったからなんです。まあ、サッカーでも野球でも応援しているチームが勝つとお天気に関係なく気分は晴れ晴れしますよね。ところで世間では今恐竜がブームを呼んでいますが、この横浜でも大恐竜展が横浜駅西口の三越で明日17日から開催されます。恐竜館にはアメリカカーネギー博物館秘蔵のディプロドクスなどの骨格をはじめ恐竜の化石が展示されます。でまずそのディプロドクスなんですが、高さは 4.5メートル、長大な首と尾が特徴です。名前だけ聞くと知らないような気がしますけれども、見ればすぐにわかります。最もよく知られている恐竜。またステゴサウルスは高さ 2.9メートル、大きな頭と小さな前足が特徴のティラノサウルスは高さ 5.2 メートルです。どれも実物大ですので迫力がありそうですね。この他クラフトを制作する子ども恐竜教室も参加費600円で1日2回12時半と2時半に行われますので、ぜひ参加してください。ちなみに入場料は一般と大学生が700円、中学生と高校生は500円、小学生は300円で、8月23日の月曜日はお休みですけれども、8月29日まで開催していますので、横浜駅三越のこの大恐竜展で夏休みの思い出を作ってくださいね。横浜のスタジオからお伝えしました。はい、斉藤さんありがとうございます。ありがとうございました。横浜駅で彼と別れた。流行待ってくれ、これ好きだってな。彼
が手渡す赤い箱、それは崎陽軒のシューマイ、それは横浜の思い出。おいしいシューマイ崎陽軒。ちょっと入ったんだって国民年金基金。そうなのよ、国民年金の上乗せ年金だからサラリーマン並みの老後が送れるのよ。あら、しっかりしてるのね、お若いお若いだなって。今日から始める老後の安心、神奈川県国民年金基金です。神奈川県の皆様は 045-242-1907 までどうぞ。まず一杯で始まって、まあまあ一杯と盛り上がり、挙句の果てがまだまだもう一杯。飲みすぎ胃のもたれに大体さん文法。ハングリータイガー、炭火焼きビーフ 100% の横浜ハンバーグの美味しい店としてテレビ番組で紹介されました。ハンバーグ作り24年、人気の秘密は本物の美味しさにあります。あなたの街のハングリータイガーへぜひお出かけください。夏だ夏だ白玉だよ、玉さん白玉玉さん印、夏だ夏だ麦茶だよ、玉さん麦茶玉さん印、玉さん印。あ、私塗り替えたわよ、うちのお風呂。うん、ご機嫌な仕上がり。え、あなたのとこも？それじゃあアトムの無臭壁よ。塗っていても匂いがしないし、カビにも強いし、壁紙にも直接塗れるし、最高よ。うちの主人ったら毎日さっさと帰ってくるんだから。ただいまアトムハウスペイント。麦を知り尽くした札幌の答えです。焙煎麦茶。ここで日本放送交通情報をお伝えします。警視庁木南さん、お願いします。はい、東北自動車道上り線が混んできました。上り線福島飯坂インター付近で18キロの渋滞、その先も福島トンネルを先頭に11キロ、さらに上り線栃木県内西那須の塩原インター付近を先頭に那須高原まで24キロ、その先は大谷パーキングエリアを先頭に矢板付近まで18キロの渋滞。なお下り線側も大谷パーキングエリア付近9キロです。その他関越道を上り寄居パーキングエリア付近12キロ、中央道を上り中野トンネル17キロ渋滞しています。道路交通情報センターでした。はい、どうもありがとうございます。これからまた混むんですよね。はい、首都高はどうでしょうか。首都高メックサイ情報、古源さん、お願いします。はい、首都高速道路交通量は少なめです。東名高速方面からの3号線下り上り池尻付近で行われていました緊急作業は終わりました。影響が残り、池尻付近を先頭に断続的に八日までの渋滞、八日から霞ヶ関まで38分かかります。並行して走る4号線は上下線順調に流れています。5号線はサンシャインなどへ向かう車が多く、東池袋出口を先頭に下り線は2キロ、上り線も2キロの渋滞です。上り線高島平から竹橋インターまで22分です。一方、この時間も湾岸線に周期の混雑激しく、昭和島インターを先頭に4キロの渋滞、市川の千鳥町から昭和島インターまで1時間12分かかります。道路交通情報センターでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時54分頃お伝えします。じゃん、あ、焼肉研究家の田代正史です。まずモランボンジャンの音、次に他のタレの音。先生、でどう違うんですか？うん、もちろん味が違うんだよん。ガッと食べよう、さっぱり&スパイシー焼肉のタレは、じゃん、今ならマーシーのアウトドアグッズが当たるよ。 JT 生き生きタイム、あなたのうちからつかちゃんです。この時間はあなたにジョイフルタイム JT がお送りします。大太鼓四尺五寸、向かう男一人、震わす空気、弾ける男たち、揺れる大地、熱気、鼓動、祭り、男一本、セブンスター、新カスタムライト、大人のマソで登場。さあ、あなたの家からつかちゃんです。ゲストとしっぽりつかちゃんですの方は有名人をお迎えしますが、あなたの家からつかちゃんですは、まあ、無名な方ですけれども、もう本当に一生懸命ね、生きている方々、こちらからお邪魔してお話を伺っております。ゲストとしっぽりの方は明日は千正雄さんですか、明後日
五木ひろしさんですか、あなたのうちからつかちゃんですに登場するのは、有名ではありませんが本当に楽しい方、日々、必死に、生活をしている方、もう楽しく生活をしている方、いろんな趣味をお持ちの方、ご登場いただいてますが、今週は千葉市美浜区高浜北団地の集会所で自治会の方を中心に20人近く集まりましてね、お話伺いました。まあ皆さん楽しい方々ばかりで、五木ひろしさんの歌にね、ああ誰にもふるさとがあるって歌がありますが、いやこのふるさとというのは本当に誰にもあるし、またねすぐにできるもんだなぁと。この高浜北団地というのは、住宅都市整備公団が15年ほど前に、建てた団地だそうですけれども、皆さん本当に綺麗にしててね、自治会がいいんでしょうね、まとまってでね、ですからここでもういろんな地方の方が集まってきてね、そこで、団地を形成してるわけで、ですからふるさと作りに一生懸命なってる。で今日はふるさと作りの旗頭、石田茂雄さん40歳、この方が呼んでくださったんですが、普段は金型を磨く砥石を、砥石なんかを売る会社で外回りの営業をやってて、1日300キロから400キロぐらい走るね。で伺った日も、つかちゃんの今日も会長ほがらか大放送いたこで聞いてたって言ってましたね。今日はどの辺を走りながら、この放送を聞いてるでしょうか。でこの石田さん、一生懸命この夏祭りを成功させようということでいろんなことをやって、自分でも趣味でバンドをやってるって言うんだよね。楽器は何やってんだったかな、はい、石田茂雄さんの話を聞いてください。でこの団地はね、まあ塚ちゃん初めてこちらお邪魔しました。綺麗な団地ですね。綺麗でしょ、ね、これできてどのくらいなの。15年ぐらい。高浜北団地って15年、15年にしてはすごい綺麗ですよ、みんなね、生活環境をね、重要視してるからね。ああ、わかるわかる、この集会、今集会所にお邪魔してね、皆さんにお集まりいただいてますけど、集会所も綺麗だし、もうその入ってきたね、通りも広いしね、ゴミ一つ落ちないし春はもう桜の並木道になりますからね、あそう、夏は緑のふるさとへ。これはあれですか、住宅公団の住宅公団です、分譲で分譲。いい時買ったんだ。ありがとうございます、ね、いい団地に住んでよかったなと思って今でも。あそうですか。で今一生懸命町内会の役員やってます。あ結構ですね。何ふるさと作りをね、しないとね。あそうか、ふるさと作り、確かにここはふるさとっていうところじゃないものね。ここはもともと埋め立て地でしょ。海の上ですからこれ。海の家か。海の上。そう、一緒になってなまっちゃって。どこ出身なんですか。宮城県。やっぱりなまってる。宮城県わかるよ。わかるか。わかるね。もう塚ちゃんすぐ聞けばわかる。あそう。宮城なの。宮城の海の方、山の方。海の方。気仙沼とかあっちの方か。塩釜。言ってほしい。塩釜か。言ってほしい。そうです。それでまあ塩釜あたりだったらそれはもう本当にふるさとらしさいっぱいあるけど ね、この美浜でもせっかくやっぱり縁が集まってこの団地に住んでね、今美しい浜と美浜区って新しい区ができましたから、はい、やっぱりみんなにやっぱりふるさと意識を持ってもらおうと思って一生懸命やってるわけだ。そうですね。でこのまあ石田さんが大したもんだね、まもなくこの団地で夏祭りがありますけれども、はい、ここにほらもう夏祭りのプログラムを今いただきましたけれども、第12回夏祭り、あもうこんな続いてるんだね。20日の日曜日は70年代ポップスをあなたに、石田茂雄とニュー OGB 来ちゃったね。おじさんバンドですか。おじさんバンドの略で OGB、 はい、石田さんがリーダー、一応リーダーになってます。はい、したもの。リーダーは何やんですか、楽器は。前ねドラムだったんですけどね、あのメンバーが激しく入れ替わるもんでね、募集したらドラムだけなんでね、ドラムがいっぱい集まっちゃった。あそうした。あドラムができなくなった。あらでしょうがないから、ボーカル、あ一番いいじゃないそれ。宮城なまりでボーカル。いいね。70年代ポップスってどんな曲をやるんですか。本当はね60年から70年なんですね。なるほど、60s から、例えば昔の GS サウンド。お GS だったら何をやりますか。タイガースブルー。タイガース、今度のお祭りにはね、だからグループサウンドをバーンと出しちゃおうかな。出しちゃってよ。英語が下手だからね、日本語だったら大丈夫。なるほど、本当ちょっとじゃあ、日本語でやってみてよタイガース。じゃあ行こう、シーサイドバウンド。テンテンテレンテンドドン、踊りに行こうよ。
なまってんな、歌も。やっぱりなまってる。歌もなまるね。歌も、大通りに。いいね。ねえ。これはもうね、でも本当になるほど、団地のふるさと創生ってのはこういうことかと。うん、また逆に楽しいですよ。いろんな地域の方がね、いろんなところ出身の方が集まってきて、で、その新しくできた団地をね、きれいに維持し、そしてまたここをふるさとと思っていこうっていうね、これ素晴らしいですね。まあ、あつかちゃんもあちこちね、このもう有楽町日本放送にね、放職してから何年もなりますから、まあ、この有楽町中心にはいろんなとこ行きますけども、この稲毛海岸は初めて行きましたね、距離でもね。で、高浜北団地、本当に綺麗な団地でね、綺麗でしたね。15年前だって、15年前に建った割には綺麗で、まあ、リニューアルも一回したって言ってもね、緑もたくさんありましたしね。いい時買ったらしいよ、あのこれは随分安かったって。で、一人あの正直なほら茨城出身の何て言ったかな、あの人が最後値段言っちゃうんだよね15年前いくらで買ったかっていうのね。これは今週中どっかで、15年前 3DK だって、ここ 3LDK とか、ずいぶん安いよね、ほんとね。どうぞハガキで読んでください、はい、お願いします。宛先です。郵便番号 100-87 日本放送つかちゃんの今日も会長ほから課題放送、あなたのうちからつかちゃんですの係までどんどんお申し込みください。街はもう動き始めている。今朝は徹夜明け、街角のキオスクで新聞を何紙か買って、各紙の論調をチェックする。そうだ、いつものカフェに行ってみるか。ボジョーテギャメチナイカ。ウィン。カフェはまだ開いていなかった。でもギャルソンのピエールと僕はテラスの椅子に腰をかけ、何も言わず朝の美味しい一服を楽しんだ。キャスターハーモニー、一つ上を行く柔らかさが人気です。キャスターマイルドボックス。 JT 生き生きタイム、あなたのうちからつかちゃんです。この時間はあなたにジョイフルタイム JT がお送りしました。ミリオンマップはいつでも日本中の道路を正確に捉えています。新しくて正確なミリオン道路地図帳は、いわばあなたのお車のレーダーです。ピッピッミリオンマップ。時代に敏感な君は断然大クマ。パソコンもワープロもファクシミリもコードレスホンも一流メーカーのニューモデルがお買い得価格でダイナミックに勢ぞろい。じっくりしっかり選んじゃおう。確かな商品をより安く、ディスカウントストア。ダイナミック大クマ。課長、今度の研修旅行が決まりました。おお、どこかね。鬼怒川温泉谷川ホテルです。おいいね、温泉か。飲んでよし、お食べてよし、おお湯もよし。いいね、鬼怒川温泉谷川ホテル。しかし本当に研修旅行。バイマー。お父さんは疲れと一緒に帰ってきます。今日も一日ご苦労様。強レオピンを送りましょう。滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に強レオピン。うん、明日も頑張るぞ。強レオピンのお求めは、瑞穂町旧日光街道交差点相田薬局へ。日本放送つかちゃんの今日も会長ほがらか大放送、この後 CM に続いては大好評、毎日が紅白歌合戦です。ここでラジオをお聞きの方に耳寄りな情報。健康食品メーカーの丸吉では、クロレラエーススーパーデラックス2瓶セットで通常 28,000円をなんと税別 11,800円、ロイヤルゼリー3瓶セットで通常 27,000円を驚きの税別 11,900円。その上、今回お買い上げの方にはビタミン C 1瓶をプレゼント。電話でラジオで聞いたと言ってください。それが合言葉です。横浜 045-471-5501 045-471-5501 まで。さあ、名曲をあなたに、毎日が紅白歌合戦。
赤白二組ずつ4人の歌手がその日のテーマに合わせて華麗なる歌声、懐かしい歌声で競い合ってまいります。先週水曜日は大作曲家小林亜星さんの誕生日ということで亜星さんの作品からお送りしましたが、今日はお盆の送り火、亡くなった大作詞家の偉業をたたえてお送りしましょう。戦前は明治一大女、妻恋道中、麦と兵隊、戦後は大人好きよ、そして傷だらけの人生など、次から次へと名作を発表、死の直前まで作詞家として活躍する一方、昭和54年には自分のレコードを出し歌手としてもデビュー。2000を超える作品のどれもが日本人の心を歌い、琴線に触れるものでありました。11年前の今日8月16日、74歳で黄泉の国へと旅立ちましたが、3年後にはその功績から藤田正人賞が設けられ、その名は数々の名作とともに語り継がれ、歌い継がれております。今日は昭和を代表する作詞家の一人、藤田正人さんの名作中の名作を特集いたします。さあ、まずは白組お得意のまた旅物から参りましょう。映画ルペンの主題歌で歌謡曲の世界に任侠者という新しいジャンルを開拓したのが藤田正人さんでした。昭和12年上原敏さんのヒット曲、今日は春日八郎さんでお聴きいただきますルペンです。対する赤組は浪曲に始まって、最近ではオペラにも挑戦、ますますお元気、大活躍の双葉百合子さんです。戦後第1回の復員が始まった昭和20年秋から、帰るかどうかわからない息子を迎えに東京から舞鶴まで8年通い続けた女性の話をラジオで聞いた藤田正人さんが感動して書き上げたというのがこの作品です。昭和29年、菊池雅子さんのヒット曲を双葉さんがお得意の浪曲独自の節回しで昭和47年によみがえらせ大ヒット、岸壁の母です。ご乗車の皆様にお知らせします。暑さで疲れたり食欲がなく下痢気味の方は海原夏太郎にお乗りください。また暑さやクーラーで体調を崩して風邪の方も海原夏太郎、次は海原夏太郎。海原夏太郎は使用上の注意をよく読んでお使いください。厄年には厄除け、方位除けをしましょう。関東の三大師、佐野厄除け大師、佐野厄除け大師へどうぞ。終わりね。ああ、まさかこんな結果になるとは。でもやっぱりやめられないわ。よし、二人でやり直そう。次のレッスン、こんな二人待ってます。この夏最後の花月宴競輪は8月17日火曜日より始まります。そこのカップル、君は相当危ない。上から見ると君はちょっと危ないぞ。ベタベタしてる君危ないだろう。あなたも危ないですよ。本当に危ない。みんな聞いてないよ。聞いてるよ。危なくなったら呼んでください。フリーダイヤル01-2323ふさふさ。スタートネイチャー。作詞家藤田正人さんの作品をお送りしている毎日が紅白歌合戦、後半戦は白組、あさってゲストとしっぽり深ちゃんですにお迎えする五木ひろしさんです。昭和の初め、サラリーマンの背広姿を三度の差姿に例えたという藤田正人さん独自の流行歌は、またたび演歌と名付けられ、戦前戦後を通じて私たち日本人の心の奥深く染み込んでいます。昭和9年、庄司太郎さんが歌い、またたび演歌として初めてのヒットとなったのがこの曲。今日は男の寂しさ、やるせなさを五木節に乗せて旅傘道中です。さあ、それでは本日の鳥です。この方、木村智恵さん。歌は心である。人の心にある限り歌もまた永遠に滅びない。藤田正人さんは歌に寄せる思いをこう表現しました。時代が移り変わろうとも名曲は人の心に生き続けます。細川たかしさん、水前寺清子さんらの共作でヒットしたこの曲も時代を超えて歌い継がれていくことは間違いありません。では藤田正人さん没後2年、昭和59年の大ヒットです。なにわ節だよ人生は。リポビタンデーの丁寧な CM です。リポビタンデーは医薬品です。ですから薬局薬店でお求めください。駅の売店、自動販売機にないからといってお騒ぎにならないようお願いします。ファイトー一発。肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に大正製薬のリポビタンデー、青いのぼりのお店でどうぞ。ボイス93、夜も昼間と同じように思いっきり遊びたいというカップルの皆さん、今すぐ立川昭和記念公園へ。ボイス93、夜まで楽しめる博覧会、専用駐車場もあります。おいでよ、タマの博覧会。
紳士服の後藤、夏のバーゲンはすごい。夏物最終プライス、しかもスーツを2着買えばさらにさらに1万円引き。何着あっても嬉しい夏にチャンス、チャンス、今はチャンス。紳士服の後藤、夏の大バーゲン、メンズファッション後藤。ママ、すりむいちゃった。あら、Kパインがあるから大丈夫。Kパインって？殺菌しているガーゼよ。いざという時、さっと役に立つの。頼もしいわ。パパみたい。切り傷やけどに滅菌ガーゼ、Kパイン。暑いね。この店はいつ来てもいっぱいだよ。タオルのおしぼりのおかげでお客様大喜びなの。清潔で安心、タオルのおしぼりは東日本おしぼり協同組合。江戸日本橋、江戸麦茶。まもなく3時、3時のお茶なら江戸麦茶。冷たく冷やした江戸麦茶。パールクリーニング S でシュッとシャワー。メガネはいつも綺麗にしていたいですね。パールクリーニング S でシュッとシャワー。メガネ関連の総合用品メーカーパールから。お求めはお近くのメガネ店で。日本放送交通情報です。いいものだけを世界から、柳瀬がお送りします。これから混んできますが、どうなったでしょうか。警視庁木南さん、その後いかがですか。はい、徐々に渋滞の方増えてきています。東名高速上り日本坂トンネル17キロ、中央道上りは笹子トンネル10キロ、中野トンネル13キロ、関越道上り本庄小玉と花園の間の寄居パーキングエリア付近17キロ、練馬出口4キロの渋滞。東北自動車道は特に上り白石で26キロ渋滞しているほか、福島飯坂インター18キロ、福島トンネル11キロ、西那須の塩原インター24キロの渋滞です。真鶴道路上り小田原市早川12キロ混んでいます。道路交通情報センターでした。はい、どうもありがとうございます、ね、この曲に乗ってゆったりと帰ってきてくださいね。安全運転で。首都高はどうでしょうか。古源さん、お願いします。はい、首都高速道路千葉方面向かう湾岸線東行き新木場付近で緊急の作業のため1キロの渋滞です。なお、この作業は移動しながら市川まで行われる予定です。この他、自然の混雑では湾岸線の羽田方面向かう西行き昭和島インターを先頭に大井南付近まで3キロの渋滞です。羽田線下りは平和島付近から断続的に大師料金所にかけて混み合っています。3時から閉まる入り口は湾岸線西行き大井南です。道路交通情報センターでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は3時20分ごろお伝えします。私、柳瀬ショールームレディがおすすめする1台です。人と環境を守る数々の安全対策と先進技術、ヨーロッパのベストセラー、オペルアストラ。東京の柳瀬ショールームは全部で21カ所、土曜日曜もオープンしています。ベイブ、ゲドンマイカデラック。オーノー、アイワナダンスマイチャチャ。さあ、ラッキーナンバーの大抽選会の時間になりました、この時間まで10本電話が入ってきてます。早速1番、ありがとうございました。石井和夫さん48歳共栄創業さん、千葉市緑区へた町。2番は青木正義さん53歳は日の丸タクシーの運転手さん、市原市5位を走ってて聞いてくれた。3番中野孝夫さんは28歳は清重機さん、市川市本行徳にあります。4番は二ツ橋明さん32歳は吉沢佐賀店さん、横浜市南区にあります。38歳伊藤真一郎さん。5番板橋商事株式会社さん。6番が小田倉博内さんが22歳、大谷加工さん。7番瀬下浩二さん23歳は武蔵高発株式会社の運転手さん、袖ヶ浦を走ってて聞いた。8番は吉野美智子さん45歳は日照物産の会社員の方。9番が熊谷克美さん、下里運送の運転手さん、日野のドルフィン10トン車。10番が竹村吉夫さん74歳。あら、ねえ、お元気に、前橋市を走ってて聞いたということで、自家用の車は三菱の番で山屋酒店さん、お酒屋さんです。さあ10個から、さあ何番が出るか。ガラ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 、よいしょ、入ってました。はい、何番。3番です。3番、はい、3番の方は中野孝夫さんは江戸川区西葛西にお住まい、会社が市川市の清重機さん、三菱トラック10トン、会社の倉庫で聞いてたよってんで当たりました。1万円車検証送ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。その他の方にはバスタオルかペアペアタオルを差し上げます。ラッキーナンバーの大抽選会でした。ゲイリー・リネカーはいつも微笑みを絶やさない。
自分はチームワークの中でゴールするストライカーなのだという。夢の数だけチャンスは。